どうも、ハチコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日なんですけども、ハチコ TV チャンネル、割とお酒を飲むのが好きなメンバーが多くてです、お外にね、お酒を飲みに行けないという期間が続いてまして、せめて雰囲気だけでも、なんかこうね、バーじゃないんですけど、男の憧れも叶えつつ、普段のこう家で飲んでる時と違うような雰囲気でお酒をね、楽しんでいけるようなセットを作りたいと思いまして、今回ですね、 DIY でリカーラックっていうのをちょっと作ってみようかなと思っております。今回ね、まあ、場所としてはいつもね、こっち側動画映ってないと思うんですけど、今ね、こんな感じで、まあ、何もないんですよ。ここにちょっとお酒のラックをこう置いて、バーみたいな雰囲気のある種、まあセットとしても使えるし、ここでね、ちょっとこうお酒飲んでたら、ちょっと雰囲気だけでもなんかバーにね、いるような雰囲気になるようにしてみたいなと。そしてね、まあありがたいことにお酒とかをいただいたりとかもするわけで、まあいただいたお酒をね、こちらに載せて、お酒を飲んだりとかする動画の時はね、もうここが前面に映るようにして、撮影の方をしていきたいなと思っております。じゃ早速ね、やっていきたいと思います。ダイソーでね、取り揃えてきたわけですよ。こんなこともあろうかと買っといてよかったっていうぐらいの感じですかね。組み立てる時間がなかなかなくて、まあ、こういうね、ラックのセットが売ってるわけですよ、そのコーナーで。すげえ時代になった。今回ちなみにご予算なんですが、ダイソーで税込みでですよ、1324円。今回のラック1324円でできます。まあ、もっとね、安く作れるっていう感じはしてるんですけど、まあ、一発目はね、失敗したくないと。もしかしたらここ増設する可能性も秘めてますので、じゃ早速ね、組み立てていきたいと思います。ぶっちゃけて言うと、まあ、お酒のラックっていう風にして今回まあ作ろうとは思ってるんですけど、多分ね、それ以外にも使えるってじゃないかっていうところではありますね。まあ、収納ラックを作るっていうイメージでいるので、大変だなこれ。早送り案件、2段分ですね。一応できました。高さをね、調整していきたいと思います。酒取ってくる。どんぐらいの高さだろう。よいしょ、もうちょい高い方がいいのか。ラックが完成いたしました。あとちょっとお酒をね、バーッとちょっと並べてみたいと思います。これ2列ぐらいいけるか。結構いけんな。はい、並べ終わりました。すげえ。これですよ。これでもこう、こんなんこう、こうやろうもんならもうバーからオンエアしておりますみたいな感じになるよね。すげえ、やったぜ。半分自分で作ったお酒、これが多分動画でやったパイナップル酒 でこのね、上にいる ここがですね、リンゴ酒になっております。多分もう一個作ると思います。ちょっとパワーアップしたらね、また次の動画にしていこうかなと。もしくはね、別の感じで作って。というのも、あのウイスキー、安いやつなんですけど、まあ、プライベートで、ね、飲んでるやつを置こうかなと。もう何本あってもね、お酒はもう必要ですから。いやー、びっくりしました。こんなにバーみたいになんだなみたいな。このバー端っこ改装オープンに向けてやっていきたいと思いますので、ぜひね、応援よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またねー。